遅すぎた出会いが悲劇を生んだ。アムロは、そしてシャアもまた、その残酷な運命に涙した。ここに至り、レヴィル将軍は攻撃目標を示した。ア・バオア・クーを抜き、ジオンに侵攻すると。一方、デギン公王の乗るグレート・デギンは和平交渉のため連邦軍主力艦隊と接触した。しかしその頃、アバオアクーの議連である。敵のレヴィル艦隊の主力は3隊に分かれて進行中であるが、ソーラ・レイ、ゲルドルバ照準でこの半分を殲滅できる。ソーラ・レイ、スタンバイ。あれは光らせてはいけないんだ。ギレンの放ったソーラレイが主力艦隊とグレートデギンを宇宙の塵へと変えた。そして、我が忠勇なるジオン軍兵士たちよ、今や地球連邦軍艦隊の半数が我がソーラレイによって宇宙に消えた。この輝きこそ我らジオンの正義の証である。決定的打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力が残っていようと、それはすでに形骸である。あえて言おう、カスであると。それら軟弱の集団がこのアバオア空を抜くことはできないと私は断言する。人類は我ら選ばれた有料したるジオン国国民に管理運営されて初めて永久に生き延びることができる。これ以上戦い続けては人類そのものの存亡に関わるのだ。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ、明日の未来のために我がジオン国国民は立たねばならんのである。ジーク・ジオン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 。第二大隊と第四大隊が N ポイントから進行します。我々はルザルを機関として残存艦艇をまとめて S ポイントから進みます。いかにも戦力不足ね。でも大丈夫だと思います。ニュータイプの艦か。はい。時間合わせどうぞ。3、2、1、0、作戦スタートです。よし、総員第一戦闘配置だ。10分後に F ラインを突破するぞ。宇宙要塞アバオア空。来たな、連邦の白い悪魔め。ここは抜かせん。ミサイルで対抗しろ。モビルスーツ隊はまだ動かせない。空母ドロスは予定通りだ。もう少し待て。 S フィールドの艦艇の半分を N フィールドへ回せ。連邦兵、主力隊がなくなったにしてはよくやる。 E フィールドより無破人侵入。シリア少々のものと思われます。よし、 N フィールドへ回せ。はっ。新型のゲルミン隊は全て捨てた。うっ、この私を退けるとは。ガンダム、ジオン、エルメスに搭載してあるサイコミも取り入れてある。お前なら使いこなせよ。はい。エルメスを沈められた帳尻は合わせてもらいたい。総帥、シリア国兵は戻られました。エルメスが沈んだそうだ。はい。ガンダム一気に手こずるものだな。ジオン号を使います。未完成品をか。少しでもニュータイプと思えるものをぶつける以外ガンダムは倒せません。またシャ、こだわりすぎる。グレートデギ、どこに配備されたのです。ズムシティですか。沈んだよ。先行しすぎてな。ほう。デギン公王から調達なさる。あがゆいな、シリア。父がグレートデギンを手放すと思うのか。思いません。では、そういうこと。
敵じゃないか、我が軍は。80%？ 冗談じゃありません。現状でジオン軍の性能は 100% 出せます。足はついてない。あんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのです。使い方はさっきの説明でわかる。サイコミュー、私に使えるのか。大佐のニュータイプの能力は未知数です。保証できるわけありません。はっきり言う。気に入らんな。どうも。気休めかもしれませんが、大佐ならうまくやりますよ。ありがとう、信じよう。こいつ、ドロスもよく支えてくれる。ま、ここを落とすには数が少なかったかな、連邦は。新しい艦隊だと？連邦軍の艦隊。なんだと？それは確かなのか。連邦もよくやりますよ。そうかい。所詮は生き残り部隊の最後の悪あがきだろう。でしょうね。シャー大佐のジオングはどうなっているか。何？ジオングはどうか。いけます。ならばエスフィールド上に新たな敵艦隊が発見された。第34モビルスーツ隊とともにこれを。あ、エスフィールドに侵入する敵を撃滅します。エスフィールドとてこのくらいの戦力なら支えられるな。はい、そうする。父殺しの男が。問題はこの私にララほどの素養があるかどうかだ。以上、避難すると持たんぞ。